マンゴー種、マンゴー種は探検の一種。主にルネサンス期以降近世にかけてヨーロッパで用いられた白兵専用の補助的な武器で短く幅の狭い両刃の実機剣である。相手の攻撃を受けるのに都合が良い大型のガードがついており、もっぱら利き手以外の手に持ち、相手の攻撃の受け流しに用いられた。柄に状のガードがついているものが有名で、地域、時代、 持ち主の身分などにより様々な変化があり、骨董品として収集の対象になっている。マンゴー種の由来はフランス語のメインゴー種で、これは左手の意味。これを訳して日本語では左手用探検とも呼ばれる。また英語ではレフト、ハンドダガーなどとも呼ばれる。なお、ファイナルファンタジーシリーズなどでマインゴー種という呼称も存在するが、フランス語の発音は マンゴー種が近い。新機嫌者、武器辞典 P108 から109、アメインゴー種の発音、アメインゴー種のフランス語の発音、富士見ドラゴンブック、アイテムコレクション P23 から24。ありがとうございます。